どうも皆さん、今日は皆様に謝罪申し上げます。私、先週の動画でアップル製品をもう一つ買う経済的余裕はないなどと言い、アップル製品を買うことはないと明言いたしておりましたが、実はとんでもなくアップル製品を購入してしまいました。はい、とんでもなく購入してしまいまして、はい、大変申し訳ありませんでした。本日はその時の開封の様子をご覧いただきたいと思います。どうぞ。どうも皆さん、私アップル信者です。こちら私が持っているアップル製品です。少ないだからこちらを購入しました。はい、ドン。というわけでこちらジャンパラさんで購入しました。こちら一気に開けていきたいと思います。はい、せーの。はい、こちらです。 MacBook Pro 14インチレイト2021、メモリ 16GB、 ストレージ 512GB、 M1 Pro 搭載、いわゆる吊るしモデルです。こちら開封していきましょう。実はこれ新品ではなく、ジャンパラさんの未開封品を購入しております。なのでこうやってちゃんとペリペリもついた状態で中古で販売されております。こちら定価よりもね、今だいたい定価で買うと28万円ぐらいするんですけど、それよりこれがだいたい4万円ぐらい安いんで、普通にこれ買うときは結構いいんじゃないかなと思います。ジャンパラさんで購入するの結構おすすめです。というわけでこんな感じでまずはペリペリを剥がしていきまして、はい、この剥がしたビニールはどうするかと言いますと、これ顔出ししてないとせっかくやっても見えないんだよな。はい、というわけでこちら、まあこちら製品自体はもう1年近く前に発売されたものですので、まあ皆さんも中身をご存知でしょう。というわけで、まあ細かいスペックなんかのレビューというのは別にしてはまあいたしません。今回は私があくまで買ったこの感想というところを話していきたいなと思います。それではこちら開けていきましょう。お、空気圧がすごい。おお、なんかここリンゴの形で丸く透けてますね。こういうところこだわりがあってとてもいいと思います。というわけで取り出していきましょう。おお、薄い。あ、そしてあったかい。今届いたばっかりなんで、ちょっと外は暑いんでね、まああったかいです。じゃあこちら本体一度こっちに置いておきまして、はい、Designed by Apple in California ということで、まあ、メイドインチャイナです。多分。というわけで、付属品はこの Designed by Apple in California。中身は、MacBook Pro と書いてあって、おー、ちゃんと黒いリンゴマークが付属しております。同じ中古買うんでも未開封品を買うとこういうところは一切手つかずになっているので本当にいいと思います。これで箱は以上なのかな、以上みたいですね。なんかここちょっと明るすぎるな。はい、なんか分厚い何かがここ中残ってますけど、まあ気にしない方がいいんでしょうね。これは付属品としては、こちら 67W の USB-C パワーアダプターということで、これも剥がしちゃいましょう。はい、これビリって言ってよかったのかな。はい、もうホコリが若干ついてますけど、アップル純正です。そしてもう一つ、これマグセーフのケーブルです。
これね、また動画出そうと思うんですけど、マグセーフこそ本当に使わないかもしれないですね。なんだかんだ言って USB-C が使えるんで、使うタイミングあるかなってとこですけど、まあでも充電の方法が1個多いっていうのはやっぱり嬉しいなと思います。まあマグセーフも一応あります。まあね、ないよりある方が絶対いいんでね、まあいいでしょう。ということで箱の中に入ってたのは以上です。箱が結構重いですね、これ。肝心の MacBook Pro 本体を剥がしていきましょう。MacBook Pro です。ちなみに私もう一個こっちに iPad Pro もありますが、これ iPad としか書いてなくて、Pro って書いてくれないんですよね。最近の書いてあんのかな？どうなんだろう。はい、で、まあこれはもうさっさと剥がしてしまいましょう。いや、いいですね、これは本当に。で、この編み込みタイプのマグセーフケーブルちょっとつけてみましょう。こっちか。ここに。ここに。あー、楽ですね。でもこれやっぱり実際やってみると、ヤマダ電機でちょっといじったりもしたんですけど、やっぱ楽です。このパチっていくのは、差し込むっていうか、もう近づけるだけでいいんで、とってもいいです、これは。っていったところで、私これ買った理由なんですけれども、まあ当然アップル製品が欲しいからっていうのも、まあ嘘ではないですけど、まあなんでかというと、まず持ち運び用の PC が欲しかったんですよ。現在私が持ち運び用で使っているのはこちら。まあ皆さんにはもう骨董品で馴染んでいると思いますが、私がこのチャンネルで一番最初に紹介したジャンク PC です。こちら長く使うつもりは全くなくてですね、とりあえず間に合わせで買ったものだったんですけど、思いのほか長く使えてしまっておりまして、まあ、使ってましたが、まあ、これではちょっと 4K には耐えられないというわけで買い替えたかったんです。で、なんでわざわざ MacBook にしたのか、メインも Windows だし、これも Windows だし、で、まあ Apple 信者だから、まあこれもまあ間違いではないです。で、2つ目本命の理由としては、これと同じスペックで Windows ってほぼないんですよ。処理性能だけだったらこれよりもいいのっていくらでもあります。いくらでもあるんですけど、軽さ、薄さ、バッテリー持ち、静音性、価格、これが全部バランス取れてるのってあんまりないんですよ、これぐらいしか。まあ、ちょっと Mac も使っておきたいなって思いがあったので買いました。で、なんで Air じゃなくて Pro か。まずこちら iPad Pro、 そして MacBook Pro、名前に統一感と優越感がある。まあぶっちゃけこれぐらい一番の理由ではあるんですけど、まあ他の理由としてはこっちの方がスペックに安心感がある。私今この部屋もエアコン切ったら結構暑いですし、普段作業する部屋もかなり暑いです。汗止まらなくなります。って考えた時に、やっぱりこれぐらいの方が、まあやっぱりファンもついてますし、暑さにも耐性があるので、やっぱりその方が安心感あって使いやすいかなっていうのが一つで、まあこれも結構大きい理由なんですけど、ここに映ってるかな、 HDMI と SD カードが刺さります。これも必須です。これがなかったら私は仕事ができません。マグセーフは正直、まあ、さっき使ってみたら意外と良かったなと思いましたけど、正直どうでもいいです。そんなに重要じゃないです。はい、というわけで、あ、そうだ、一応これと比較してみましょうか。さっき私軽いって感動しましたけど、 2.5 キロあります。そしてこっち 1.6 キロです。約1キロ軽くなりました。いくらこれが MacBook Pro として重くなっていようがなかろうが、これより1キロ弱軽いわけです。それが全てで、電池これ3時間ぐらい使ったら切れますけど、こっち10時間以上持つらしいです。もうこれ今私左手これ余裕で持ってますけども、右手こうなってますからね。もうサイズとしても、まずこれ5個置きました。
で上にこれ MacBook Pro 置きました。こんだけちっちゃいです。カバンにあっさり入ります。やっぱ楽でしょ、ちっちゃい方が。厚みもっとすごいです。これ見てください。これもう同じパソコンかなって疑いたくなります。でデザイン性も、まあこれ私別にまあ嫌いじゃないですよ、この赤いのも。でもやっぱちょっとこの音からしてプラスチックな感じで、こっちもう金属ですよ、完全にアルミ、もう全部こっちが勝ってます。ただこれ別に富士通に喧嘩売ってるわけではなくて、2013年です、2021年です。やっぱこんだけ年数経ったら進化するんですよ、こういうものって。もう一つ買ったので開けてみたいと思います。こちらジャンパラさんで同時に購入しましたマジックマウスです。私まあトラックパッドも MacBook は優秀だっていうのは有名な話ですけど、どうしてもマウスが欲しい人なんですよ。で Bluetooth のやつも私持ってなくて、じゃあせっかくだったら純正買おうやと思いまして、純正のマジックマウス、しかもこちらすでに終売しております2018年のスペースグレーのやつです。やっぱこれスペースグレーです。これもスペースグレーです。色一緒です。あ、ちょっと違う、あ、ちょっとこっちの方が黒っぽい。もう新しい発見だわ。まあ、とにかくスペースグレーです。だったらこれもスペースグレーじゃなきゃいけないじゃないですか。まあ、今売ってるモデル高いっていうのもありますけど、これ表が黒でも下がシルバーなんですよ。やっぱスペースグレーがいいなってことでこれも購入しました。こちらはですね、未開封品ではなくてすでに一度使用された本当の中古品です。でこちら中古品ではあるんですけど、まあ一応使用感や傷はかなり少ないと書いてあったので買ったんですが、ほっ、空気圧がすごい。はい、こちら今ちょっとギャラクシー S22 が熱で落ちましたので、こちらかなり綺麗です。 To use English as the main language, press the return key. 喋りました。あなたちょっと、じゃあちょっとギャラクシーさん落ち着くまで一旦セットアップしましょうか。こちら中古なのでケーブルが欠品です。こちら今回ついていないものを買いました。ついてるのもあったんですけど、それだとちょっと傷があるとかいうのしかなかったので、今回これを買ってみました。あ、でもトラックパッドも結構優秀ですね。これトラックパッドが使いにくいとかって、これめちゃくちゃ使いにくかったんですけど、これでもこれは全くそんなことなくて普通に使いやすいです。日本語を使用するにはリターンキーを押してください。押します。はい、まあ、一応一旦ギャラクシーさんが復活しましたので、とりあえず今セットアップしてみて思ったのが、キーボードものすごい打ちやすいです。そんなに深くないんですけど、全然タッチ感とか悪くなくてすごいいいなと思いました。というわけで以上、 MacBook Pro 14インチレート2021年を購入いたしました、開封編の今日でございました。はい、というわけで大変浮かれてしまい、どうも申し訳ありませんでした。今見ていただいた動画の中でも申し上げておりました通り、今後は骨董品に代わりまして、こちらの MacBook Pro 持ち運び機として愛用していく、そういう予定となっております。今後私の持つ他の PC との比較などもしていけたらなと考えております。最後に、GH5 のその後のレビュー、ギャラクシーとの画質の比較なども含めた諸々のレビューをしておくという話をしておりましたが、全くしておらず、本当に申し訳ありませんでした。このチャンネル次回予告詐欺常習犯です。
そこだけどうぞご了承ください。ちなみに今後もその GH5 の比較をする動画というのは出す予定はございません。以上今日でございました。ご視聴ありがとうございました。表が黒でも下がシルバー。